おいどご飯の時間になりました。はい、どうも。今回は鎌倉、平日週末問わず、ですね、たくさんの旅行客の方でごった返している鎌倉なんですが、今回は初物のお店、かがりさん。こちら超有名店なんですけども、今回初物です。ただですね、この初訪問、こちらの店、おそらく鶏白湯なんかがね、メインのお店だと思うんですが、鎌倉の方の、地元の方のご紹介でも、ここの極み煮干しをもう初訪問でもその定番じゃなくて、この極み煮干しからね、ぜひ食べてみてくださいということで、早速行ってまいりました。
はい、というわけでご覧いただきました初訪問かがりさんの極み煮干し、めちゃくちゃ美味しかったです。冒頭お伝えしましたが、こちらね、鶏白湯がまあメインと思われますメニューにもね、トップに並んでましたし、実際鶏白湯を食べてる方多いんですが、そんな中でもこの極み煮干し、地元の方にお勧めされる理由がわかるような素晴らしい一杯でした。これね、スープはほんとすっきりしてます。煮干し香りながらも、まあもう見た通りですけどね、もうドロドロ系とかすごく濃厚な煮干しというよりほんと香りがいいなっていうすっきりいける感じの煮干しスープなんですが、これね、麺を食べるときに、麺にまとってる油、おそらくこれ煮干しの油なんだと思うんですね。それが、香りもそうですけど、なんかね、煮干しがこう、本当に口に麺をこう持ってった瞬間に、ちょっとまったりとするような食感とか、独特のこう、油膜の感じがあって、これがね、また全然いいんですね。なので、すっきりすっきりな煮干しスープだけじゃなくて、麺と一緒に揚げた時に麺にまとった油の、この感じまで、また、2段階目の次のこう、驚きがあるっていうような感じで、めちゃくちゃこれは良かったです。はい、そしてチャーシューのね、鶏豚ありますが、その調理の雰囲気の違いもいいですし、本当に完成度が高い、満足できていっぱいだなと思いました。はい、そしてこちらは、いろんな口コミ見ても、割烹料理のような、ね、雰囲気がしたっていうのも書かれていますが、それはもう外観とか内装だけじゃなくて、本当にラーメンの提供の仕方とか、ラーメンのスープ自体のきめ細やかさなんかからもね、それは十分に感じられました。で、今回鶏白湯がね、定番だとは思うんですが、それを召し上がっている方が多い中で、自分の隣に客席された方は、緑のスープ。これは何かと思ってメニューを見ると、この鎌倉店限定の宇治抹茶鶏白湯というのがあるそうで、これも本当にね、彩りも綺麗でしたし、本当に美味しそうな、一杯でしたので、これはね、次回またね、次回以降、まあ、鶏白湯と宇治抹茶鶏白湯、ぜひね、さらに再訪問してみたいと思ったお店でした。はい、というわけでご紹介ありがとうございました。ここまでご視聴。ではまた。